背景投資のチャンネル登録者様、いつもご視聴ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。本日は2020年上半期ストレートでも飲める美味しいウイスキーランキングトップ10のご紹介をしたいと思います。それでは早速トップ10からご紹介していきます。トップ10はこちら、ジョニーウォーカーブレンダーズバッジのワインカスクブレンドになります。初めて登場したのは2年前とかそんぐらいだったんじゃないですかね。華々しくデビューして、あ、ブレンダーズバッジなんていうのがあるんだっていうようなことで結構評判が良くてですね、まあ、ちょっと話題っていうか、あの Amazon のレビューなんかでもかなり上位にいましたし、結構気になってね買った方なんかもいるんじゃないかなと思います。値段的にも安くてですね、1500円から、まあ、2000円はしないぐらいで買えて、アルコール度数は 40% の 700ml っていうことなんですけど、非常にコストパフォーマンスも良く、比較的ねストレートで飲んでも全然飲めちゃうぐらいのウイスキーになってるんじゃないかなと思います。でもう初めに言ってしまいますが、今回安酒でノミネートしてるのはこいつだけですね。やっぱりねストレートで飲めるウイスキーってなるとある程度の値段がするいいものじゃないと飲むのがきついっていうのがどうしてもあるんで、まあこいつもシンプルにまあうまいってよりかは若干そのコストパフォーマンスの兼ね合いなんかも見てトップ10にさせていただきましたが、味だけで言ったらこれより美味しいやつっていうのも当然あるわけで、そこはね2020年上半期僕が飲んだものから選抜してるんで、そこはご容赦ください。唯一安酒からノミネートしたお酒ということで、まあ、皆さんもね売り場で見かけて、もしストレートっていう飲み方が好きなのであれば気軽に試してみてはいかがでしょうか。はい、まあこっから先はねもう人外魔境というか、かなり猛者たちの争いになってくるかなというふうに思います。高級酒たちの意地の張り合いみたいな感じですね、まあでもラストはちょっと驚きの展開というかね、今まであんまり注目されてなかったお酒なんかも入ってくるんで、最後まで見てやってください。それでは第9位です。第9位はジャン・アードベック10になります。こちらはですねハイボールで飲むことが僕は一番多いです、アードベック10に関しては。まあただ非常にバランスが良くてですね、ストレートで飲んでもうまいし、ロックで飲んでもうまいし、トワイスアップで飲んでもうまいっていう非常に万能なウイスキーなんですね。でそれでいてアードベック、定番品4種類出てるんですけど、その中でも一番安いと、まあ、だから3000円台もしくは4000円前半とかそのぐらいで買えて、アルコール度数も 46% とちょっと高めでね、うん、でまあそんな使い勝手のいいウイスキーが実はストレートで飲んでも普通にうまいっていうね、これはまあ快挙なんじゃないでしょうかね。それ自体かなりすごいことだなっていうふうに思います。でやっぱりあのストレートで飲むにしてもいろんなタイプあると思います。シェリーが効いてるものとか、バーボンタイプのもの、アイリッシュタイプのもの、まあピートが効いてるものとか、まあ純粋にモルト感の甘みが強いものとか、いろいろあると思うんですけど、その中でね、アードベックはピートが効いてるものっていうところで、非常に有力なお酒になってくるんじゃないかなと思います。では、第8位の発表です。2020年上半期、ストレートで飲んでも美味しいウイスキー、第8位は、じゃん。タリスカー10年になります。こちらのウイスキーのすごいところはですね、個人的にはそこまでピートが効いてるわけでもないので、これからピートが好きになる、これからピートにハマろうとしてるとか、アイラ系のウイスキーは飲めないんだけどみたいな人にとって一つ架け橋になるようなお酒なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で値段としてもですね、そんなバカ高くわけではなくて3000円前半ぐらいで買えるかなというふうに思います。でその割にはですね、アルコール度数がまあだいたい 45.8% ってことで 46% ぐらいあるんで、度数の高さもですねかなり良心的で、実際この価格帯のお酒、このクラスの味わいのお酒としてはコストパフォーマンス的にもいい方なんじゃないかなと思います。まあ、普段本当に僕は安酒って言ってますけど、まあ十分この本格的なシングルモルトスコッチウイスキーっていう風になってくると3000円でも全然安い方なんですよね、実際は。まあその中でもかなり優秀なお酒じゃないかなというふうに思います。逆にタリスカーはですね、僕はハイボールランキングっていうのをやらせていただいてますけど、そちらにはノミネートされなかったですね。ちょっとねハイボールは違うんじゃないかなっていう風に思いました。で以前これに胡椒を入れるとどうのこうのみたいなのもなんか公式ホームページでやってましたけど、全然それも意味わかんなかったですね、うん、まあ、でも本当にストレートとかトワイスアップロックなんか原酒本来の飲み方を引き出すような飲み方をした時の味わいっていうのがピカイチだと思いますので、第8位とさせていただきました。それでは第7位の発表です。第7位はボーモア12年ですね。こちらもねなかなか扱いが難しくてですね、ハイボールにするとぶっちゃけそんなうまくないんですよ。でもストレートで飲んだ時の味わいっていうのは、まあ、正直アードベック
くタリスカーを超えてるんじゃないかなっていう気がします。個人的にはですよ、まあこれあくまでストレートで飲んだ時のランキングなんでね、そこは留意してほしいんですけど、お酒本来のポテンシャルで言えば僕個人的にはアードベックなりタリスカーの方がポテンシャルは高いと思ってるんですけど、ことストレートで飲んだ時っていうことに限って言えばこのボーマー12年のパフォーマンスは相当高いんじゃないかなっていうふうに思います。なんか本当にねストレート向きなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でこれに関しては若干ピートが効いていまして、で、まあただそこまでガッツリ効いてるわけでもないんで、苦手な方でも飲めちゃうんじゃないですかね。僕もピートそんなに得意じゃない時からこれは普通に飲めたんで、まあ苦手意識ある方でもちょっとはね試してみてもいいんじゃないでしょうか。でちょっとね他にも秘密があって、アルコール度数がね 40% なんですよね。タリスカーなりアードベックっていうのはちょっとアルコール度数が 46% ぐらいあるので、そういった意味ではまあ純粋にアルコール度数が低いから飲みやすいっていう側面もあろうかとは思います。まあいずれにしてもストレートで飲んだ時に飲みやすいっていうことには変わりないので、ちょっとね騙されたと思ってボーマー12年のストレート飲んでみてはいかがでしょうか。これは本当にスルッと飲めちゃうような、まあ意外なんですけどストレートで飲んだ時に進化を発揮するタイプのお酒なんじゃないかなっていうふうに思いました。それでは第6位の発表です。第6位はじゃん、こちらバランタイン12年ですね。これはねまあ結構いろんなランキングに入りそうで入らなかったちょっとね今まで残念だったウイスキーなんですが、まあ、今回ストレートで飲んだらっていうカテゴリーで、ノミネートさせていただきました。まあ12年ってね決して若いものでもないですし、しっかり寝ているいいウイスキーだと思います。まあ、ただブレンデッドなんでこちらはシングルモルトスコッチウイスキーではないです。まあでも別に美味しければいいじゃんっていうことなんで、僕はあまりシングルモルトっていうことにこだわりはないですね。で値段的にも安くてですね、だいたいまあ2500円しないぐらいですね。スーパーで買ったら2200円とかそんぐらいで買えると思います。その辺の手頃さなんかも込みで、まあ6位っていう位置づけにさせていただきました。で、本当にアルコール度数 40% っていうのもあって、だいたいね、いいお酒ってアルコール度数 40% 以上あったりするんですよ。43とか46とか50とか、まあ60付近のものとか、まあだいたいカスクストレングス寄りになっていくというか、まあそれだけ多分メーカーも自信あるんでしょうね。別に加水なんかしなくても、うちの酒うめえから、みたいな。そんな感じだと思うんですけど、まあこれに関してはね、もうまあもうちょっと商業寄りっていうか普通に 40% で揃えて出すっていう、それはともかくとしても、これは普通にストレートでちょっと飲んでみてくださいよっていう感じの、本当に2000円台前半とは思えないぐらい飲みやすいです。全然加水しなくてもスルッと飲めてしまうんじゃないかなというふうに思います。それでは第5位の発表です。第5位は、じゃん。クラガンモア12年です。これはね、とにかく癖がなくて甘いんですよね。モルト本来の穀物由来の甘さが感じられるいいスペイサイドシングルモルトスコッチウイスキーじゃないかなと思います。これはもう本当になんか王道って感じですね。クラガンモアといえば有名なオールドパーというブレンデッドスコッチウイスキーがあるんですけど、それのキーモルトなんかにもなっています。はい、値段もまあ3000円台ぐらいで買えるんじゃないですかね。ウイスキーも結構その時々で値段の変動があるんではわかんないんですけど、非常に飲みやすくて甘くて、あんまりピートが効いてるのが嫌だなとかっていう人は、間違いなくこちらおすすめできるかなというふうに思います。はい。それでは第4位の発表です。第4位は、グレン・エルギン12年ですね。こちらもまあ比較的、クラガンモアと同系統ですね。同じスペイサイドのシングルモルトスコッチウイスキーで、甘口で特にピートが入ってる感じでもないっていうものです。まあ値段もこっちの方がちょっと高いですかね。まあただアルコール度数もちょっと若干高くて 43% になってます。しまあよりこっちの方が旨味とか美味しいような気がする、もう好みになっちゃうんですけどね、ここまで来るとまあぶっちゃけどっち飲んでもまずいっていう人はいないと思いますよっていうぐらい、どっちも美味しいです。はい、まあただ系統としては似てるかなっていう気がしますね。どっちもスペイサイドですしね。はい、それではね、ここから第3位の発表に入らせていただきたいと思います。2020年上半期ストレートでも飲める美味しいウイスキー、第3位ですね、じゃん、ノアーズミルになります。こちらはですね、なんとバーボンになっております。今までね、バーボンっていうとまあ買ってよかったランキングにも入らなかったし、今年そもそもそんなバーボン買ってないんだけどね。まあバーボン自体があんまりスコッチとかが日本じゃんっていうのも含めてね、ジャパニーズものと比べると数が少ないっていうのもあるし、まあ買う機会がそんななかったのかな。うん、だから買ってよかったランキングにも入らなかったし、ハイボールもね、まあメーカーズマークを入れようか悩んだんだけど、メーカーズマークもな今更、まあちょっとハイボール
ールとメーカーズマーク相性はいい方だけど他が強すぎたっていうのがあって、まあ残念な結果になってしまったっていうことで、ちょっとねバーボンがあんまり日の目を浴びなかったんですよね。まあただ僕は本当にバーボンのポテンシャルはすごい感じております。でこのノアーズミルの何がすごいかっていうと、アルコール度数ですよね。こちらでも定番品なんですけど、57% あるんですよ。で、まあバーボンらしい容量で 750ml、まあたっぷり入ってますよね。700ml なんてケチなことは言いません。で、特にエイジが書いてあるかっていうと、エイジは書いてないんですよ。まあバーボンってそもそも長熟なものではないので、例えば10年って言ってもバーボンとしては非常に長期熟成のタイプになってしまうんですが、スコッチ的には10年だと非常に日が浅いと、そういう比べられ方をするとバーボン的には割に合わないっていうことになっちゃうので、バーボンはあんまり年数表記に重きを置いてないっていうところがあります。ただお金をかけてないかというと全然そんなこともなくて、バーボンって内側を焦がした新樽を使うんですよね。でまずその樽を作るコストっていうのは結構高いわけですよ。一方スコッチウイスキーっていうのはその新樽が入ってたバーボンの樽を買って、要は二次利用ですよね。リサイクルして作ってるっていうお酒が多かったりするので、そうね、そこだけ見るとまあ結構スコッチってある意味省エネなんですよね。ただ寝かせとけば別にそんななんかもう勝手に熟成されるわけじゃないですか。でもバーボンの方は毎年毎年新樽を焦がしてチャーして新しい木材切り出してその樽作るってだけでも結構コストかかるんで、それをね何年熟成させましたとか言って、まあ確かに熟成年数は多いかもしれないですけど、それがイコール美味しくなるかっていうとまた別の話なんですよね。まあ極端な話ですよ。極端な話ですけど、例えば瓶の中にずっとウイスキー入れてても美味しくならないわけじゃないですか。まあそれと似たような話で、樽に入れて長期熟成させたからといって必ずしもうまくなるとは限らないわけですよね。まあ当然レアリティは上がるので、そういった意味での値段相場っていうのは上がるとは思いますけど、イコールまあ例えば15年もの20年ものイコールうまいには直結しないかなっていうふうには思いますね。はい、まあ、ちょっとねだいぶ熱くなっちゃったんですけど、このノアーズミルはですね本当に 57% っていうアルコール度数を感じさせないぐらい甘くて飲みやすくて、本当に蜂蜜を舐めてるかみたいな、そんなような味わいです。これはぜひ一回飲んでみてほしいですね。値段的には5000円ちょいくらいですかね、うん、まあ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 高いですけど、それぐらいの価値が実際にあるウイスキーなんじゃないかなっていうふうに思います。それでは2020年上半期ストレートでも飲めるウイスキー第2位、じゃん、こちらブルックラディ、クラシックラディになります。こちらはね僕初めて YouTube にアップする動画をこれにしようかと思ってたんですよ、実は。でもねなんかなんだかんだでちょっとタイミングを逃して、アップできてないんですよね。まあクオリティとかなんだろう、最初試し撮りみたいな感じだったんですよね。だから結局上げてなかったんですけど、まあ本当に最初に紹介しようと思ってたんですよ、チャンネル解説当初っていうぐらい美味しいです。アイラ島で作ってるシングルモルトスコッチウイスキーなんですけど、ピートはほぼほぼ入ってないです。だからピート苦手な方でもアイラ島のお酒なんですけど安心して飲んでください。ですごいのがこれアルコール度数が 50% あるんですけど、全然そのいやらしさがなくスルッと飲めちゃいますね。もう本当に原酒本来のパワーが詰まってるボトルになってるんじゃないかなと思います。で値段もこれ5000円は切ってるぐらいで買えるんじゃないかなと思いますので、この美味しさでこのアルコール度数で5000円切ってるんだったら買いでしょっていうぐらい美味しいです。なのでまあバーで1杯とかでも全然いいと思いますけど、まだ飲んだことない人はねぜひ飲んでみてください。でこちらのボトルに関してはまあ僕は動画化してないんですけど、クロスロードナボさんの動画で結構ねすごい超大作みたいな動画上げてるんで、ぜひそちらを見てみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは2020年上半期ストレートでも飲める美味しいウイスキーランキングナンバーワンはじゃん、ブッカーズになります。これは化け物やで、マジで。まあ一応書いてあるスペックによると6年と3ヶ月熟成っていうことみたいですね。全然長期熟成じゃないんですよ、こう見ると。で、リリースしたのは2019年の1月ってことみたいですね。で、アルコール度数はまあほぼ 63% ですね。63% ですよ。もうなんかほとんどアルコールプシュってやるこう洗浄液みたいな感じじゃないですか。なんですけど、まあまあ飲んでみたらわかりますよ。本当に、これは蜂蜜やみたいな
感じで、アルコール臭さなんかまあないですね。でまあスルッと飲めるっていうよりかはどっちかっていうとこってりしてるって感じですかね。甘さとか旨味みたいなのでこってりしてるっていう しっかり味があるんです、うん、なのにこのアルコール度数で、で容量もねやっぱバーボンなんで、ケチってることなく 750ml っていうことになってますね。あのバーボンのいいところはね、だいたい容量が 750ml でケチケチしてないところですね、はい、このストレートランキングでようやくバーボンがねかなり上位に入ってきたっていうところで、まあ、ちょっとねおーって思ってる人もいらっしゃるかと思います。あんまりこの辺のお酒僕も紹介してこなかったんで、いきなりファッと入ってきて悩ねんっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、いずれちゃんと動画化してね掘り下げて経緯とか背景なんかも含めた動画も上げていきたいと思いますので、よかったら引き続き見てもらえたらと思います。で、このブッカーズに関してはちょっとでもね、まあとはいえ高いんですよね。プレミア価格がついちゃって、普通に例えばアマゾンなんかで買おうとしたら1万円以上とか、定価で買えても7000円とかしてきちゃうんで、ただ僕は信濃屋でですね定価で買えたんで7000円ぐらいでしたかね。でも本当にそれぐらいの価値はあると思います。下手にあのバーとかで一杯飲もうとしても、それでも2000円するかしないかとか、少なくとも1500円とかは取ってくるようなお酒だとは思うんで、それだったらね数杯飲んだら7000円ぐらいいっちゃうじゃないですかって思ったら、ボトルで買っちゃった方がいいんじゃないですかっていうぐらい美味しいと思います、うん、まあ、高いですけどそれだけの品質は感じますね、うん、というよりもうシンプルに唯一無二というか、他にこの 62% っていうアルコール度数を達成しているお酒自体がまずそんなにないわけじゃないですか。でかつその中でもどれが飲みやすいのっていうなってくると、まあ圧倒的にブッカーズですよね。まあまあまあ そもそもねそんなにアルコール度数の高いお酒を僕はいっぱい飲んでるかって言ったらそんなこともないわけなんですけど、この辺に関しては、まあ、プレミア価格がつくこともあるとはいえ毎年リリースはされるので、タイミングが合えばあの比較的買える方のお酒なんじゃないかなと思います。あの要は、まあ、日本酒みたいなもんですかね。この樽はもう仕上がったから出荷しようみたいな感じで、だから終売とかではないんですけど、あの品薄な時もあるみたいな、そういう感じなんで、タイミングが合えば普通に買えると思います、うん、でまあ不安ならバーで一杯とか飲んでみたらいいと思いますけど、あとはねどうしてもやっぱバーボン系の味はするんで、バーボンがもう絶対苦手だ、グレーンは嫌だっていうんであれば、まあそれは控えた方がいいかなとは思いますけど、そうでないんであれば、まあぜひ一回飲んでみた方がいいと思うよっていうことは言っておきたいですね。じゃないと本当に損すると思いますねっていうぐらい美味しいです。はい、ということで2020年上半期ストレートで飲んで美味しいウイスキートップ10のご紹介をさせていただきました。まああくまでね個人的な感想とか好みとか、ピートが効いてる効いてないとか、バーボン好き嫌いとかいろいろあると思いますので、皆さんの感想なんかもコメントでね聞かせてくれたら嬉しいです。それではうるさいとでした。またおやすみなさい。